This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。労働省は社会保障基金の安定性を再確認しました。外国人の不法就労で当局が取り締まりを強化しています。毎年命を落としたり怪我をする森林警備隊員がいます。オートバイ生産が 4% 成長する見通しです。それではまず、はじめのニュースです。労働省は社会保障基金の安定性を再確認しました。専門家から社会保障基金の財政の流動性と今後30年以内に制度が崩壊すると懸念の声が上げられていることについて、労働省は社会保障基金の安定性を再確認しました。社会保障局の文村局長によりますと、指摘されている懸念は構造的な赤字と年金支給額が基金の拠出額を上回っていることに起因しているとしています。文村局長は、社会保障基金は保険数理学の原則に従い、現在も十分な積立率を維持していることを強調しました。局長は、基金の状況は、国際労働機関の専門家と協力して定期的に評価されているとし、心配はいらないと主張しました。現在、年金受給者は約57万1000人で、累積受給者数は2030年には200万人、2040年には500万人、2050年には800万人に急増すると予測されています。これに対し、社会保険庁は、被保険者のニーズに合わせるため、老齢給付関連法を改正する案を提出しています。この改正案は現在、政府で審議中となっています。長期的な政策としては、被保険者、雇用主、政府を含む関係者と協議を行い、年金受給権の持続可能性を確保するための解決策を共同で探っていく方針です。文村局長は、その目的は被保険者が老後に安心できるセーフティーネットを提供しなければならないとしています。次のニュースです。外国人の不法就労で当局が取り締まりを強化しています。関係当局はタイ人に限定された職種に外国人が違法に就労しているケースが見受けられることから、その取り締まりを強化しています。タイには自国で働くより、多くの報酬を得られることから、近隣のミャンマーやカンボジアなどから、大勢の人が出稼ぎにやってきており、露天商、タイ式マッサージの施術者、理美容師の職に就いている外国人もいます。これらの職種を含む27の職種は、タイ人にのみ、就労が許可されています。
外国人が条件を満たした場合に就労できる職種は13に限定されています。外国人がタイ人限定の職種についていた場合や、労働許可証を取得せずに就労していた場合、5000バーツから5万バーツの罰金が課され、本国に送還されることになります。また、商務省では、外国人が実質経営しているグレービジネスの調査を進めています。商務省は、タイ人の名義で会社を設立している外国人が、実質的にタイ人に限定されたビジネスを行っているケースがあることから、バンコク都内4カ所にある約200の事業所を対象とした実態調査を行っています。このような違法性が疑われるグレービジネスは、飲食店や観光関連のビジネスに多く見られます。商務省の担当者は、新型コロナの規制措置の緩和や撤廃によってタイを訪れる中国人旅行者などが急増しており、グレービジネスも増加傾向にあると指摘しています。次のニュースです。毎年命を落としたり怪我をする森林警備隊員がいます。タイ天然資源環境省は7月31日の世界レンジャーデー2023のイベントを開催しました。森林警備隊は国内の保護区で法を守り天然資源を保護する役割を担っています。野生動植物保護区や狩猟禁止区域、国立公園などをパトロールしています。それは陸と海の両方の広い範囲にまたがっており、森林火災を防いだり、違反者を逮捕したり、情報の収集や普及、遭難者の捜索や救助と仕事の内容も多岐にわたり、レンジャー自身が死亡のリスクと隣り合わせの危険性の高い仕事です。毎年7月31日の世界レンジャーデーは、自然資源や環境の保護に従事して、負傷したり死亡したりした森林警備隊を追悼し、活動の重要性を認識し、警備隊員の士気を向上させる日となっています。今年、天然資源環境省は、ペチャブリー県、現クラチャン国立公園でイベントを開催しました。現在、森林警備隊員は 13,419 人います。天然資源環境省は、警備隊員をサポートするボランティア隊員の給与を月9000バーツから1万1000バーツに増やし、正隊員の負担を軽減するよう政府に求めています。パトロールの任務は訓練が必要で、警備隊員になるには技能テストに合格し、チームメイトの面倒も見ることが求められます。天然資源の保護、森林地帯での潜在的な犯罪の防止、そして近代的な技術の導入のための学習も常に行う必要があります。2010年からこれまでにタイでは136人の森林警備隊員が死傷しており、今年2023年は17人が衝突事故によって亡くなっています。主な原因は山からの転落、倒木、火災による火傷、野生動物に襲われるなどのパトロール中の事故のほか、交通事故や作業中の心臓発作やマラリアに感染するなど病気によるものもあります。また森林警備隊は質の高いパトロールを目指し、森林地域で組織的なパトロールを行っています。地域の防衛、管理、地理情報技術を応用し、データ収集と分析など自然を保護するだけではなく国の安全も守っています。伐採、狩猟、採食など、技術と組み合わせたパトロールで違反な犯罪の痕跡を見つけることも重要な任務です。天然資源や野生生物の破壊を阻止するためにデータを集め効率的に管理するための政策や計画を実施できるようデータベースを構築することも大切な業務となっています。次のニュースです。オートバイ生産が 4% 成長する見通しです。タイ工業連盟によりますと、今年のタイのオートバイ生産は、世界経済の減速にもかかわらず、前年比 4.17% 増の210万台に達する見通しです。スラポン副会長は、中国人旅行者の増加、観光業の盛り返しで、タイ経済は回復傾向が続くだろうと述べています。これがオートバイ需要の拡大につながると説明しています。また、タイ工業連盟によりますと、今年の国内市場向けオートバイ生産は、
生産全体の 83% にあたる175万台ほどになると予想されています。タイでは昨年1年間に約180万台のオートバイが登録されましたが、ホンダは販売台数が最多の一昨年比 12% 増の138万台で、34年連続で販売トップとなっています。ホンダでは今年の販売を昨年と同じ138万台にしたい考えです。このほかエンジン排気量 400cc 以上のビッグバイクに関しては、今年アドベンチャーセグメントの販売が増えていることから、前年比 17% 増の2万500台ほどの販売が予想されています。ホンダは今年アドベンチャーセグメントのバイクの販売目標を昨年比 24% 増の8150台に設定しています。昨年2022年のうちに登録されたビッグバイクは合計 17,467 台で、このうちホンダ車は一昨年比 2% 増の6,598 台でした。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。労働省は社会保障基金の安定性を再確認しました。外国人の不法就労で当局が取り締まりを強化しています。毎年命を落としたり、怪我をする森林警備隊員がいます。オートバイ生産が 4% 成長する見通しです。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。ก็ขอบคุณที่ยังรักกันขอบคุณที่ยังรักกันไปทุกวันวันดีๆเกิดกับฉันรักทุกวันฉันมีเธอจะทำให้สุขใจแค่ทำให้เธอสนุกก็มีความสุขの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。That concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.